こんばんは。6時のニュースをお伝えします。昨日から今日にかけて今年一番の寒波が日本列島を直撃します。さらに強風も伴うため厳しい寒さとなります。それでは現在の都内の気温と風の状況をさくらアナに伺ってみましょう。さくらアナお願いします。はい、さくらです。私は今都内にいるんですが、気温も4度とかなり低く、ご覧の通り風が強くてとても寒いです。すごい風ですね。そちら雨などは降ってないんですか？はい、今のところ雨は降ってないんですけれども、明日の午後から雨が降り始め、次第に雪に変わっていく予報です。わかりました。ちょっと風がかなり強そうなので一旦中継切りますね。さくらさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いては現在最も強風が吹き荒れている横浜の方に福井アナが向かっていますので、そちらにもつなげてみたいと思います。福井アナお願いします。はい、福井です。私は現在横浜に来ております。もうものすごく風が強い状態です。はい、気温も5度とかなり寒いのですが、このように風が強いので、その分すごく寒く感じます。桜菜と福井アナの方からもありましたが、まだまだ強風と寒さが続く予想です。さらに雪の降る可能性もありますので、皆様不要不急の外出はお控えください。はい、以上ニュースをお伝えしました。